明けましておめでとうございます。のりこです。今年もどうぞよろしくお願いいたします。年末年始しばらく体を動かしていなかった方も多いかと思いますので、今日はゆっくりとほぐして詰まりを取って、流れを体の循環を良くするようなレッスン内容にしたいと思います。それではゆっくりと年明け体をほぐして温めていきましょう。それではおへそを中心にして体の中心線にかかとを前後に並べます。内くるぶしが上に向くようにして、どちらの足が前でも構いません。ではかかとを一つ体に引き寄せます。上体を前に倒してお尻のお肉を外に出します。お尻を均等に床につけて、そのままゆっくりと骨盤を立てます。息を吸って上体を上に引き上げて、吐きながら肩をリラックスさせます。それでは両手を組んで頭の後ろに持っていきます。一度息を吸って胸を開きます。息を吐きながら肘をリラックスさせます。それではその状態のまま頭を前に倒して、そのまま右から大きく頭を回していきましょう。首や肩を緩めるようにゆっくりご自身のペースで回していきます。頭が前に来たら、次の吸い気でゆっくりと頭を起こしてお顔正面です。吐きながら両手を下ろします。息を吸いながら両手を大きく広げて頭の上で合掌です。吐きながら少し両手を広げて、指先を斜め上方向に伸ばして、そのまま深い呼吸を繰り返します。次の吸い気で手のひらを正面に、吐きながら肘を90度ぐらいに曲げます。次の吐く息で肩甲骨と肩甲骨の間を中央に寄せて、少し腕を後ろに引いて背中の真ん中をぎゅーっと縮めていきます。次の吸い気で肘を緩めて、そのまま肩の高さに両手を伸ばします。次の吐く息で両手のひらを後ろに向けます。このまま呼吸を繰り返します。次の吐く息でゆっくりと両手を下ろします。息を吸いながら肩と耳を近づけます。口から息をはぁと吐いて下ろします。それでは両手を体の前で組みます。鼻から大きく息を吸って、吐きながら両手を斜め前の床に伸ばして、背中を丸めておへそを覗き込みます。ではそのまま背中を丸めておへそを覗き込んだまま腕だけ動かします。息を吸いながら両手を上に持ち上げましょう。心地よいところまで持ち上げたら、次の吐く息で下ろします。では繰り返します。
次の吸い気でもう一度組んだ手を天井に向かって持ち上げます。心地よいところまで伸ばして、次の吐く息で下ろします。もう一度次の吸い気で両手を持ち上げます。ラストを吐きながら下ろします。それでは次の吸い気でゆっくり骨盤を立てて、背骨まっすぐ、お顔を正面です。では両手は組んだまま、息を吸いながら大きく伸びをします。次の吐く息で体を左にねじって、吐きながら右手を左の膝に、左手をお尻の後ろに指先を置きます。一度息を吸って背骨を引き上げて、吐きながらお腹、胸、お顔の順番で体を左にねじって、目線は後ろです。上半身をねじったまま腹式呼吸をして、お腹のマッサージをします。次の吸い気でゆっくりと上体、お顔を正面に戻します。ではもう一度両手を組んで、息を吸いながら大きく伸びをします。次の吐く息で体を右にねじって、両手を下ろします。左手を右の膝に、右手をお尻の後ろ、息を吸って背骨を引き上げて、吐きながらゆっくりと体を絞るように、右にねじって、お顔は後ろです。深い呼吸を繰り返します。次の吸い気でゆっくりと上体、お顔を正面に戻します。はい、それでは続いて立ちポーズでお膝の裏をほぐしていきます。それでは立っていきましょう。ではまず体側を気持ちよく伸ばします。足の親指と親指をくっつけて、内くるぶしの間はゴルフボールが1つ入るぐらいのスペースを空けて立ちます。骨盤は立ててリラックス、肩も緩めておきましょう。それでは息を吸いながら、ゆっくりと両手を大きく広げて天井に伸ばします。それでは左手で右の手首をつかみます。一度息を吸って上に引き上げます。吐きながら少し体を左に傾けて、次の吸い気でお顔を斜め、右腕を見上げて、そのまま呼吸です。右の体側が気持ちよく伸びていきます。次の吸い気でゆっくりと上体を起こして、今度は反対です。右手で左手首をつかみます。息を吸って一度上に引き上げてから、吐いて体を少し右に傾けて、次の吸い気でお顔斜め左上を見上げます。体側だけでなく、左の脇や胸も心地よく伸ばします。右手でサポートするように、左手首を斜め上に少し引き上げてあげましょう。それでは次の吸い気でゆっくりと真ん中に戻って、吐きながら両手を広げて下ろします。では続いて下半身をほぐします。左足を右足に前からクロスして、右足の小指側に足の裏をつけます。それでは体の前で両手を重ねます。
鼻から息を吸って、吐きながらゆっくりと骨盤を倒しながら体を少しずつ倒していきます。前屈です。右の太もも裏が気持ちよく伸びたところで動きを止めます。次の吸い気でゆっくりと上体を起こします。では足を入れ替えます。左足を元の位置に戻して、今度は右足を前からクロスして、左足の小指側に足の裏をつけます。それでは両手を体の前で重ねます。鼻から息を吸って、吐きながらゆっくりと骨盤を倒すように傾けていきましょう。ゆっくり様子を見ながら、左のお膝の裏や太もも裏が気持ちよく伸びたところでキープです。目線は斜め前の床を見ます。次の吸い気でゆっくりと上体を起こします。起き上がってきたら右足を元の位置にゆっくり戻して座ります。はい、座りましたら軽くお膝を立てます。そしてかかとを体に引き寄せます。それではかかとを少し床から浮かせて、太ももの裏を両手で抱きしめるように持ち上げます。それでは鼻から息を吸って、吐きながらかかとをちょっとお膝と同じぐらいの高さに持ち上げます。できるだけ腕で太ももを引き寄せて、お腹を圧迫するようにぐっと引き寄せます。ではそのまま深い呼吸を繰り返します。この時も内臓をマッサージするように腹式呼吸をします。それでは続いてふくらはぎをほぐします。そのまま足を縦に揺らしてふくらはぎをほぐしましょう。ではゆっくりと動きを止めて足の裏を床につけます。両手もほどいて、かかとを体の中心に引き寄せて、はじめと同じ楽な姿勢で座ります。それでは続いてお尻のストレッチをしたいと思います。かかとを少し体から離して、体からちょっと離れたところに置きます。ではまず右のかかとを左の足の上に乗せます。さらにお尻のストレッチを深めたいときは、足を引き寄せてすねを重ねるようにすると、お尻のストレッチが強くなります。途中で痛みを感じた場合は、かかとまたはくるぶしが重なるように移動させます。こちらでも構いません。ご自身の心地よい方法、ポジションで行います。では場所が決まりましたら、両手を体の前につきます。鼻から大きく息を吸って、吐きながら手を左側にスライドするように移動させます。でこの時点でもう右のお尻は伸びていると思いますので、心地よいところで一度動きを止めて、次の吐く息で少し体を倒します。
右のお尻が気持ちよく伸びたところでキープです。息を吸って、手を手前に引き寄せて上体を起こします。起き上がってきたらお顔正面です。それでは反対の足で行いますので足を入れ替えます。今度は右足が下、そして左足が上に来るように重ねます。足を遠くに離すとお尻のストレッチが弱まって、足を近づけるとお尻のストレッチが強くなります。それでは場所が決まりましたら両手を体の前につきます。鼻から息を吸って、吐きながら手を今度は右側にスライドするように移動させます。で、左のお尻が気持ちよく伸びたところで一度動きを止めます。では鼻から息を吸って、吐きながらゆっくりと心地よいところまで上体を倒します。ではゆっくりと動きを止めます。では今度は反対です。左手で右の肘を支えて、右の指先を使って左の肩、肩甲骨周りの老廃物を鎖骨下まで流します。ご自身のペースで構いませんので、しっかりと書き出して流していきましょう。
を止めます。では続いて人差し指と中指で鎖骨上下を挟み込むように指を当てます。真ん中から外側に向かって鎖骨周りを流していきましょう。目を閉じて深い呼吸を繰り返します。次の吸い気でゆっくりと頭が最後になるように上体を起こします。それでは本日のレッスンは以上です。まだ年末年始の疲れがたまって本調子ではないという方もいらっしゃるかと思いますが、毎日5分でも構いませんので、体をストレッチでも運動でも何でも構いませんので動かして、徐々に体を慣らして調子を取り戻していきましょう。それでは本日もありがとうございました。